チーム1の美少年でありみんなに愛される長岡秀樹本日の動画はそんな長岡秀樹の面白いエピソードを50個ご紹介しますヤングスワローズの代表でもありながらファンからの人気も高く愛される選手の一人である少年野球時代コーチをしていたおじいちゃんとヒットは100円ホームランは500円をもらえるゲームをしており それで稼いだお金で、かば焼きさん太郎やサワーペーパーを買って食べていた。登場曲は、エグザイルのヘッツオアテールズ。エグザイル巻き台、白浜アラン、DJ ダルマラで形成するユニット、PKCZ が試合前にパフォーマンスを披露。始球式も務め、打者には長岡が立った。好きなサイゼリアのメニューは、エスカルゴのオーブン焼き。 村上が21号ホームランを放った後のリアクションは、ただのファンで可愛すぎる。新人恒例のファン感謝祭では、女装させられ、可愛い女の子になる。地元である船橋の児童養護施設に、スワローズグッズとフライドチキン、ヤクルト1を持ち込み、長岡サンタを演じた。小学2年生の頃、サンタさんにゲーム機を頼んだが、 バットが届き、子どもの英樹は号泣していた。今の願いは、10割打てる能力。チーム一の可愛さを誇り、まだまだ子供らしさが残る長岡君は、子どもの日にさよならホームランを打ったことや、母の日に猛打賞を記録するなど、記念日に滅亡強い。この子どもの日に放ったホームランでは、みんなに水をかけられるのが憧れだったが、 予想外すぎてて水の準備がされていなかったまた風のおかげでスタンドインしたと周りから褒めてもらえなかった2二軍時代では週末のほとんどは実家に帰省しており大好きな唐揚げなど手料理をふるってもらい戸田の寮まで車で送ってもらっていたため母親には感謝してもしきれないプロ志願届を迷っていたが母親に出さないと選ばれないよ 背中を押され提出できた。長岡が高校1年生の時、母親に白血病が発覚。早急に骨髄移植をしなければならず、長岡がドナーとなり、母親の命を救った。そんなお母さんの生きがいは、秀樹の活躍だと言っている。23年、阪神戦が雨天中止になった際、びちょびちょになりながら、 ベースランニングを行う恒例のパフォーマンスがあり、長岡は、いやいやと拒みながらも、ファンの期待に応え、見事な走りを見せた。かわいい顔をしているが、意外と話すと、低い声をしており、それがまたかわいいとファンから言われている。他の選手がホームランを打ち、ベンチでハイタッチする際、どう見ても子供が混ざっているように見えて仕方がない。 相性は、岡ちゃん。チームが低迷する中、村上に、死ぬ気でやらんかい、と言われる。憧れの選手は、ソフトバンク、今宮健太。2022年、彗星のごとく現れ、ゴールデングラブ賞を獲得する。2023年は、ゴールデングラブ賞に選出されなかったが、デルタからの選出では、 ショートは長岡秀樹不審にあえいだ23年シーズンには高津監督からフルスイングをしている限りはスタメンで使うから頑張りなさいと期待されファンからは賛否両論あるも起用され続けた長岡と竹岡の長竹コンビが将来のスワローズの二遊間を守るイメージがファンの中ではついている 元ヤクルトの上田から自主トレは他球団へ行けと言われホークス中村栗原にお世話になりフルスイングする大切さや食事の大切さを学んだ田口がタクシーで窮屈な思いをしている中前には長岡がシートを倒して爆睡しており田口からはゴールデングラブ賞取ってるからな仕方ないよなと許される可愛い後輩である 内山相馬と仲が良く、一緒にご飯に行っている写真では、魚に長岡のインスタがメンションされている。魚に似ていると同僚からも言われている。千葉県の船橋市出身であり、高校は八千代松陰高校である。高校では甲子園出場はなく、ほぼほぼ無名だったが、スワローズからドラフト5位で選ばれ。 ここまで人気の高い選手となった。入団した20年や21年は、ほぼ2軍生活であり、経験を積んだ。22年には、西浦や元山の成績不振があり、チャンスが回ってきて、逃さずものにした。2022年のバントは、成功率100%も、23年は13回中7回だけ成功しており、 失敗が増えたのはメンタルの影響が大きいと分析しているコーチや宮本武志がアドバイスを送りバントする自分の形がようやくできてきた父親は中学の教員かつ野球部の監督だった父親に野球をやめたいと言ったがやめさせてもらえず厳しい父親だった二つ上の兄も野球をしており 7つ上のお姉さんの子供を溺愛している。長岡秀樹が指名された時には、高校の野球部らしい、はしゃぎっぷりが最高である。今まで使用していたバットは、自主トレでお世話になった、ソフトバンクの栗原のモデルを使っている。2023年は不調だったものの、守備の指数はトップクラス。 年俸も800万円アップの4100万円にまで達した23年オフは青木塾の門を叩き一からすべて見直す覚悟でやると意気込みを語ったとりあえず可愛すぎるスパーク恒例企画でネクストブレイクを聞かれるも自分からは言えないととても謙虚な姿勢を見せ 結局選んだのは同じくショートを守った巨人の角脇を選んだ。試合終了後、孝太郎と急にかけっこが始まる。グッズの売り上げでは、つば九郎と内山相馬に勝ちたいと思っている。2022年のハワイ旅行では、主に内山相馬や丸山と満喫した。中でも、サーフィンなどマリンスポーツにハマったが、 サーフィンでは一度も立てずに心が折れた。長岡と内山の関係性は、入団当初、内山の教育係が長岡であった。優勝時のビールかけでは、孝太郎にバケツいっぱいのビールをかけられそうになったが、孝太郎は自分自身でかぶり、ビンタをかました。 2024年から水野とアンバサダー契約を結んだため、岐阜の工場へ出向き、バットをミリ単位で調整、来年は打率3割を目指す。